はい、皆さんこんにちは。今回は、以前紹介した、五徳とそれと、100均の、蒸し器ですね。これを使って、焼肉してみたいと思います。その前にちょっと椅子が欲しいなと思うのでちょっと椅子を作りたいと思います。材料はこの薪が転がってたの薪、ちょうどいい長さを揃えて4本、それと余っていた板です。よいしょ。はい、椅子が完成しましたので、それでは、始めたいと思います。100均の蒸し器、これ真ん中、これちょっと取っちゃいます。100均のトレーですね。これも滑るかな。で、炭、あまり良くないですね。これ以前の炭の使ったやつ、これちょっと大きいですね。よいしょっと、使用済み割り箸です。これをちょっとできた、よいしょっと、ちょっと風が強いですね。できるかな。はい、だいぶ火がついてきましたので、それでは、以前紹介した、五徳の中ぐらいってどうですかね。ちょっと近いかな。
逮捕。
かったですね。今回は、100均の、蒸し器と、コンパクト折りたたみお得を使って、焼き肉をしてみました。以上、ご視聴ありがとうございました。